はい、本日ですね、ノースフェイスの手袋を2つ購入しましたのでご紹介していきたいなというふうに思います。で、以前ですね、僕こちらのノースフェイスの手袋を紹介したんですよね。で、まあパッて見てもらったらもうどれも全部一緒なんですよ。ほんなもうなんで違うの買ってんねんっていう感じだと思うんですけど、まあこれ実は微妙に違うくて、以前これ紹介したやつっていうのはちゃんと風を通さないですよっていうような手袋だから、自転車の方とかめっちゃいいと思いますよって言ったと思うんですけど、まああったかいグローブではないんですよね。この時も言ったんですけど、風を通さないグローブではあるので、あったかいグローブっていうのもまあ一回ちょっと紹介しておこうかということで、まあ、今回この2つを購入したということになってます。で、まあこれもですね、実は違うやつなんですよね。この手前にある僕に近い方から、バーサロフト E チップグローブ、バーサロフトっていうジャケットがあるんですけど、まあ、それに近いようなふわふわのフリースの、手袋っていうのと、もう一個はこっちがデナリ E チップグローブ、これもジャケットであるんですけど、デナリっていう、でそれの、まあ、グローブバージョンということになってるので、まあ、E チップグローブってノースフェイスは全部つくんですよね。だからまあデナリバージョンかバーサロフトバージョンかウィンドストッパーバージョンみたいな感じで、このウィンドストッパーは風を通さないよということになってるんですが、いやでもよりあったかい方がいいっしょみたいな、俺車輪子乗らんからあったかい時とかの方が使いたいやつあんねんなみたいな、あったかいやつ使いたいねんなっていう方なんかにはこの2つのどっちかやと思うんですけど、これ知ってれば全然迷うことないなっていうのがあったりするので、もしかしたらこのデナリの E チップグローブに関してはもう廃盤になってるかもしれないんですけど、まあ、逆に言えば今ある分っていうのがセールにかかってたりするので、まあ、その辺なんかは参考にしてもらえばいいかなというふうには思いますので、本日の流れですね、いつも通り、まあ、このグローブの特徴をそれぞれ話していって、次にデメリットですね、ここはちょっと微妙だと思い出しますよみたいな話をして、で最後にはおすすめの人、そしてサイズ感という流れでいきたいなというふうに思いますということになってますので、ちょっとね、サイズ感の方なんかも気をつけた方がいいなっていう箇所がちょっと1箇所あったりするので、まあ、特にデナリの方ですね、デナリの方はちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなっていうところもお話していきたいなというふうに思いますので、まず最初特徴からいきたいなと思います。まあ、このグローブがですね、パッと並んでるの見たらですね、まあ、若干違うっていうのは確かに分かると、モコモコしてるのがバーサロフトの方ねと、半分モコモコの方がデナリの方ねっていうので分かると思うんですけど、これ実はですね、触ってるというか、つけてる手の方の裏生地っていうのはもう全く一緒なんですよね。で、なおかつこのフリースに関してもバーサロフトは一面フリースと、で、デナリの方は半分フリースですよね。で、この半分フリースと一面フリースのフリースの生地自体も一緒なんですよ。ほんならこれナイロン使ってるか使ってないかだけの違いなんですよ。で、ほんならちょっと整理していくと、生地まず一緒で、こっちの手のひらの生地も一緒、あとはここのナイロンが、指のナイロンが使われているのがデナリ、使われてない方がバーサロフトっていう認識でも大丈夫だと思います。で、ほんなら値段はどうなってんねんってことなんですけど、値段がですね全く同じなんですよね。あ、なるほどな、それ言ったら、はいはい、わかりました、じゃああとはもう迷わないねって、この半分フリースマンがいいのか全面フリースマンがいいのか、まあ、どっちかだけですよっていうだけの違いになってくるので、まあもうそれぞれ特徴はほぼ一緒になってくるので、まあそんな感じで特徴言っていきたいなと思うんですけど、まずはですね、このフリースを使ってるっていう段階であったかいんですよね。で、いやいや手袋なんかあったかいの当然やろと思うかもしれないですけど、以前紹介したこのウィンドストップの方に関しては、これは前も言ったけど、あったかくないんですよ。で、手袋あったかくないと意味ないんじゃんと思うかもしれないですけど、まあ、やっぱり手袋に暖かさを求めてる方もいらっしゃれば、求めてない方もいらっしゃるんですね。で、例えば僕とかやったら自転車乗るので、自転車の時って暑くなるんですよ。だからどっちかっていうと風が通らない方がいいので、そういった方なんかにはこういったバーサロフトじゃなくてウィンドストッパーのタイプの方になってくると思うんですけど、まあ、今回の両方2つっていうのはフリースを使用しているので、もうそもそもが暖かい、まあ、ジャケットで言うと分かりやすいんですけど、こういった風を通さへんタイプっていうのは、まあ、こういったシャカシャカするタイプじゃないですか。まあ、これ確かに風は通さへんけども、まああったかくはないじゃないですか。まあ、対してこういったフリースを使ってるジャケットっていうのは、まあ、風は通すけどあったかいじゃないですか。手袋も同じような仕組みになっておりますので、手袋の方、こっちのフリース使用してる方はやっぱ風は通すんですけど、まあチャリンコとか乗らへんやったら全然こっちの方があったかいでいいよねっていうところが、まあまず特徴になってて、でその次にですね、これノースフェイスの手袋はよくあるんですけど、タッチスクリーンになってるので、スマホとかも対応してるということになっておりますので、グローブをつけた状態のまま電車とか乗って、電車内でスマホをいじったりもできるし、でそれ以外に言ったら急に電話かかってきたってなっても、手袋をいじいち外したりとかする必要なく、手袋をつけた状態で電話に出たりもできるというところが、まあタッチスクリーンになってて、まあこれに関しては結構スマホ対応の手袋って結構今多いじゃないですか。だからそんな特別なことではないんですけども、まあ一応特徴としてはあるということになっておりまして、逆にこのタッチスクリーンがない手袋って今もう人気ないと思うんですよね。だからまあこれは一応ちゃんと備わっているということで、指もしっかり5本の指ですね、親指、人差し指、中指、薬指、小指、全部がスマホに対応しておりますというところがタッチスクリーンで、3つ目っていうのがですね、手のひらに滑り止めがあるので、例えば雨の日とかやったら傘とか差すと思うんですけど、そういった時とかにこうどうしてもツルツルの生地だとつって滑ったりとかすると思うんですけど、まあ、ここの握る部分だけに
滑り止めっていうのがあるので、まあ、これをつけることで、まあ、傘が滑りにくくなったりだとか、あとまあスマホとかがピュッと落としにくくなってたりはするということにはなってるんですが、あの前回紹介したこちらのウィンドストッパーの方に関してはもうちょっと滑り止めの幅が広いんですよね。だからこっちの方がよりこう物を掴んだりとか、まあ、自転車もそうやと思うんですけど、多分アクティブに活動することが想定されているような手袋の、滑り止めがついているということなんですが、今回紹介しているデナリーの方もバーサロフトの方もどっちも、まあ、あくまで多分こう私服とかで使うように考えられているので、そんなに機能がモリモリに掘り込まれているという感じではないかなというふうに思います。で、まあ、次はデメリットですね。ここちょっと微妙なんですわ、ああいうところが何かっていうと、まず一つがどうしてもタッチスクリーンの感度が落ちるんですよね。これが何かというと、使ってれば使ってるほどどんどん毛先というか指先が摩耗していって、どんどん反応せんくなっていくんですよ。だからこれは以前僕がこれ5年使ってる、グローブもそうなんですけど、もうこの先っちょが摩耗してるので、もう全然スマホが対応しないんですよね。だからこれはまあ今すぐにのデメリットではないんですけど、まあ、使えば使うだけタッチスクリーンが対応していかなくなっていくっていうことになってるので、これあのよくあるのが指先だけ生地変えてるやつとかってグローブあったりするじゃないですか。そういうのとかやったらもしかしてちょっとマシなんかもしれないんですけど、まあ、これに関してはどうしてもこうニット素材みたいな感じなんで、まあ、どうしてもこう起毛しやすいとか摩耗しやすいような感じになっているので仕方ないんじゃないかなというところでは思いますね。で、もう一個のデメリットとしてはこの手袋の滑り止めの部分っていうのに合皮の革が使われてるんですよね。要はフェイクレザーっていうやつが使われてるんですけど、これが使われることによって僕あんま好きじゃないんですけど、何かちょっと劣化するんですよ。で、ポロ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 剥がれてきて、本革とかやったらこうそれがシワになっていってどんどん経年変化していくんですけど、どうしてもあのフェイクレザーやったらあのどんなフェイクレザーでもこのノンスエースやからとかじゃなくて、どんなフェイクレザーでも合皮の皮使っちゃうと 2,3 年するとポロ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 めくれてくるっていうところが、まあ、ちょっとまあ、微妙なところではあるとは思うんですけど、まあ、これに関しては仕方ない、もう生地の繊維上そうなっちゃうもんなんで、まあ、しゃあないやろうというところがデメリットではないかなというふうには思いますということになってて、でじゃあ次はおすすめ者はどういう人がおすすめかっていうとですね、まあ、さっきもちらっと言ったんですけど、徒歩で使う方であったり、あと電車とかで使う方なんかにはもうおすすめだと思うんですよね。で、僕個人的にはそれ以外にやったら、例えば車とかでもいいんかなと、ルーが出なかったですね、車とかでもいいんかなというふうに思ってて、車通勤してある方とかも最初って車乗った瞬間ってなんかめっちゃ寒いじゃないですか。だからそういう時にこう外したりしたら指の感覚ないけど、まあ、手袋つけてあったかいやろうし、別にこれは滑り止めとかがついてるから、まあ、そんな滑らへんやろうしって考えれば、まあ、ちょっと手が温まるまでは手袋つけといて、温まってきたらピュって外してあげればいいと思うので、まあ、そういった方にもおすすめだと思うんですけど、逆にじゃあおすすめじゃない方っていうのは自転車の方とか、あとバイクの方なんかは多分これはめちゃくちゃ風通すと思うので、多分自転車とかバイクには使わん方がいいんじゃないかなと個人的には思いますが、まあ、それは好き好きなんで使いたい方は使ってもらったらいいと思うんですけど、僕個人的にはまあおすすめじゃないということになっております。で、最後はですね、サイズというところに行きたいなと思うんですけど、サイズはですね、これ両方とも L サイズを購入してるんですけども、同じ L サイズやのにサイズ感が若干違うんですよね。え、なんでなんやっていうことになってくると思うんですけど、このバーサロフト全面フリースマンの方に関してはやっぱ伸びるんですよ。だからそれは全然いいんですけど、逆にデナリの方は伸びひんので、え、なんで伸びひんのっていうことになってくると、この半分フリースマンで半分ナイロンマンになってるので、このナイロンマンが伸びないんですよね。で、ちょうどこの手のこの拳のところっていうんですかね、このよく喧嘩する人がボコボコになって潰れてるとかあるじゃないですか、ここのところがナイロンになってるので、ここ伸びひんって曲げた時に一緒に伸びてこないんですよ。だからちょっとデナリの方がサイズ小さく感じるんですよね、同じ L サイズでも。で、僕に関しては結構手が大きめっていうことで L で、まあまあ普通のサイズ感だ、ぴったりつけたいんだったらもうワンサイズ下げてもいいかなと思うんですけど、デナリをワンサイズ下げると多分入らん、指が曲げれなくなると思うので、デナリのグローブに関してはあんまりサイズは下げない方がいいんじゃないかなというふうには思いますということになっておりますね。で、まあ、今着用してる様子っていうのがあると思うんですけど、まあ、バーサロフトの方は結構スムーズに手が動くっていう感じなんですけど、やっぱりどうしてもさっき言ったみたいにデナリの方はちょっとこう手の甲の部分が突っ張ってくるようなイメージになっているので、まあ、動かすとか考えたら、まあ、L でも全然僕はいけるんですけども、ちょっとここが気にはなるので、あんまりサイズは下げない方が絶対いいかなと思いますということになってますので、本日はですね、こちらバーサロフト E チップグローブとデナリの E チップグローブを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。